こんにちは。こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会なにの支部です。メニューはネバネバ夏野菜ぶっかけそばです。今回教えてくださるのは波の支部の那須野さん、そして志賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月の器はこちらです。阿蘇市一宮町中通りにあります工房優さんの作品をお借りしてきました。こちらの工房では、草原のススキや阿蘇オード、阿蘇に特化した材料を使った器作りをされています。では那須野さん、今日はネバネバ野菜、はい、ね、いろんなお野菜が並んでますが、やっぱりまだまだ暑いですからね、はい、これでスタミナをつけたいと思いますが、じゃあまずは何からしましょうか。あのですね、はい、これ波のそばなんですけど、まずおそばを湯がきます。はい、はい、続いては、はい、トマトを、はい、輪切りがいいです。見た目が綺麗だから、うん、うん、オリジナルというか、じゃあみんなでですね、この間の、うん、役員会の時にみんなの会長さんが、うん、そばを使ったのどうかなって言って、少しずつ知恵を出し合ってあれもいいかな、これもいいかなって作ってみたんですよ。ちょっと夏場だからポン酢でもレモンでもちょっとかけたら締まるっていうか、それに梅干しもですね、会員さんの中で梅干しを小さく梅肉みたいにするといいよって、うん、いいよっていう話でちょっとしてみたんですよ。そしたらなんか味に締まりが出て、だけ少しずつみんなの合作。なるほどこれはちょっと梅は中の種を取って、これはどこかなつけられた梅、ね、ちょっと味見してみてもいいですか。酸っぱすぎない。あ、会長さん、おいしい。山芋をですね、さっと剥いてすります。はい、する。はい。はい、このネバネバの要素がですね、オクラとそれとこのキノコですね、なめこ、はい、そばが湯がき上がったみたいで、志賀さんがちょっと今そばをされてるのにすぐ水で洗ってざるにあげとってください。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房優さんは、唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。